カ連城カ連城は沖縄県うるま市にあったクスクの城市である。天割りの城として有名。城はカ連半島の南の付け根部にある標高60メートルから100メートルの丘陵に位置する。南城、中間のうち北城で構成されている。北城は石垣で仕切られた1の車、2の車、3の車を備える。一から三までの車が階段上に連なり、 一の車が最も高い。城の南側にハエバル集落が広がり、交易のための港を備えていた。城の北側は、電磁として、国葬地帯であった。木内の浜川川は、七代目城主浜川味の女、真部孫が、身の丈の一つ半の長さもある長髪を先発したと伝わる。二の車には、正面約17メートル。 奥行き約14.5メートルほどの比較的大きな社殿の跡が発見された。等間隔に柱が並び礎石もある社殿であったと推定されている。また城が構築された時代の屋根は板葺きが主流であったが、大和系の瓦も付近から発見されている。カツ城は14世紀初頭に栄想と2代大政の椅子をカツレ味によって築城されたと考えられているが、 一方で12世紀から13世紀頃にはすでに築城が始まっていたとする説もある。そして、この城の最後の城主、天割は圧政をしき酒けに溺れていた九代目カツレンアジのシゲルチフアジに対してクーデターを起こし殺害、この地方のアジとして成り代わり海外貿易などを推し進めますます力をつけた。天割はゴサ丸天割の乱でゴサ丸を撃ち取った後、 正康久王も倒そうと琉球の統一を、目論んだが、1458年に王府によって、滅ぼされた。木内からは中国、現代の陶磁器が出土しており、おもろさ牛からも当時の繁栄を見ることができる。民族学者の柳田国は、勝連が当時の文化の中心であったことは、大和の鎌倉のご年と,と、おもろさ牛にあるように、裏添え、主理、 那覇を中心とした裏添え文化に対して、系統上異なる活連文化というべきものがあったのではないかと推測した。城壁の石は道路工事の石材などとして持ち去られてきたが、現在は復元工事により、王子の姿を取り戻しつつある。1972年5月15日、沖縄の本土復帰に伴い即日、日本国の史跡に指定された。 2000年11月首里城跡などとともに琉球王国のグスク及び関連遺産群としてユネスコの世界遺産にも登録されている。登録されたグスクの中では最も追記年代が古いグスクとされている。2010年沖縄本島近海地震で城壁の一部が崩落する被害を受けた。2016年2013年の移行調査で 発掘された10枚の金属製品の中に14世紀から15世紀の地層から3世紀から4世紀頃に製造されたローマ帝国のコインが4点、17世紀の地層から17世紀頃に製造されたオスマン帝国の貨幣が1点が確認された。14世紀から15世紀にかけての海上交易を通じて東アジア経由で流入したと考えられ、また日本国内で ローマ、オスマン帝国の貨幣が発見されたのは初めてのこと。2017年4月6日、俗日本百名城に選定された。カツレン城は14世紀初め頃に、英蘇王党の第二代国王、大勢の逸をカツレンアジによって築城され、あまりに至るまで10代の城主により統治されたと考えられている。カツレンアジ二世の娘はサットに嫁ぎ、 サットが西井を倒して中山王国を建てると、カツレンも中山との結びつきを強め、中を越し栄えたと伝わる。この城石は山を利用して作られている点検の要害であり、城石入り口から急勾配が続くため、軽装でも良いが足回りには注意が必要。前述七代目城主浜川味の女学部村は絶世の美女だったという伝承が琉球各地にあり、 例として、神ま紛りの若者、白川桃尊金が、真鍋尊に雇用し、結婚を申し込むが結ばれず、二人は、恋焦がれるうちに病死してしまい、早々の行列が、北中城で会合したので一緒に埋葬されたという、伝承がある。また、南山太郎舞の子、樽マスケの孫に、白尊金がいて、彼の親は持てなかったが彼は真鍋尊と結婚したという。 先日の白川桃尊金は謎掛けをして解けないうちに死んでしまい、白尊金は謎掛けを解いて結ばれたという伝承である。ありがとうございます。